はい、それではの時間になっておりますので、代表定例会見を始めさせていただきます、はい。どうもお疲れ様です、今年最後の定例会見ですかね。今年はいろいろありまして、大変な年でしたが、紆余曲折あった中でもですね、就任して最初にぶち上げさせていただいた年内100人規模の新党か政治グループを作りたい、なんとか統一会派という形で達成できたんではないのかなというふうに思います。来年は新党に向けてですね、また維新と民主だけではなくて幅広い結集を含め呼びかけていきたいというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、それではどうぞ。はい、朝日新聞です。はい、熊本でですね、はい、共産党は来年再選に向けてこの本を取り下げて、野党共闘無所属の統一候補の方が出来上がりましたが、はい、それについてのまだ県連レベルでの話で、ほぼ県連レベルでは出来上がったと聞いてます。この形で全国戦えれば非常に力になっていくのかなというふうに思ってます。はい、はい、共産党とはその選挙協力ということはない、政策的にちょっと違うわけです。選挙協力ということはないけれども、そうしたその候補者を引いてくれるというか、そういったことに関しては期待するという、そういう意味での協力の関係になると思います。それはやっぱ期待されてる、期待してます。はい、話題があるんですけど、はい、大阪市の橋本市長が、明日の任期満了を持って、一旦政界から引退されているんですけれども、改めて、橋本さんという政治家を、どのように選挙に評価されるかということと、あと今後どのような活動を期待されるかということですか。本当に3年間一緒にやってきてですね、私の方からも別れても好きな人ですから、政治家として本当に高く評価をしてます。やっぱりある意味突破力というものは天才的なものがあるし、本当に一緒に国政でですね、このしがらみ既得権を一緒に突破力で、既得権で切り込んでみたかったという思い、大変残念ですね。また何らかの形で政治に関わってもらいたいというふうに思ってます。今でも政治家として本当大好きな政治家です。どうぞ。はい、今日すみません、自民党側と民主党維新の会館も、はい、国会委員長の会がありましたけど、はい、このままだと臨時国会開かれないまま、1月4日に通常国会になるというのが公算になってますが、このことについて自民党の姿勢についてどういうことですか。憲法違反なんでね、本当にやっぱり立法府として、また行政府招集する総理として、本当に憲法を遵守するという思いが全く感じられない。4日からは臨時国会にして補正を上げて、で1回閉じて、通常国会を開いて、本予算を審議するという、きちっと看板を憲法通りに掛け替えてやって、日程的には全く変わらない形でやれることはやれるんですけれども、とにかく憲法を守る気が全くないというふうに思います。これは言語道断ですよね。これはしっかり今日我が党の国対委員長になった石関氏からも主張させてもらいました。はい。はい。話題変わりまして、軽減税率に関してなんですが、はい、民主党のお金の影響は、その反対だというところ、まだ明言はされてないんですけど、結局、1億円、必要円の財源というその議論が後回しになっていることに関して、かなり否定的な見解を述べられています。この通常国会なりでですね、民主党としても反対という可能性も強いのかなというふうに見られるんですけど、我々も低所得者への配慮ということで、給付付き税額控除というのをですね、出させていただきました。
ただこの1兆円穴が開いたからまた再増税しなきゃいけないみたいなバカな議論もされてますんで、現にタバコ税増税なんて出てきてますんでね、要は一体何がどうなのか、何をやりたいのかということだと思います。例えばテイクアウトは 8% で、お店で食べたら 10% なみたいな非常に分かりやすくない、分かりづらい税制になってます。税の原則は、公平中立、公平中立簡素、ということだったと思いますけれども、その簡素というのがですね、非常に分かりづらい制度になっているんではないかなというふうに思ってます。特にこれで1兆円穴が開いたから再増税だみたいな議論はもう全くナンセンスで、もっとちゃんと無駄遣いを省いて、その財源を捻出する努力をしていくべきだというふうに思ってます。はい。民主党の統一改革を含むということも変わったわけですけれども、はい、民主党が反対ということになれば、同じように反対ということで、左を揃えて反対しているんでしょうか。民主党がなったから反対ということではなくて、それぞれの党できちっと意思決定をしていくつもりですし、同じ部会の中で一つの方向性で物事を決めていくつもりです。賛否に関して会派ですから 100% 絶対同じでなければいけないということは私はないと思ってます。ただやっぱり同じに揃えていく方がいいんであろうと思いますが、絶対に全てが揃わなければいけないというわけではないというふうに思ってます。賛否はまだ決めてないんじゃないですかね。部会で我々の考え方は給付付き税額控除という形で考えさせていただいてますが、賛否は今の段階でまだ部会政調で決めてないんじゃないかと思います。はい、はい、いわゆる給付の格差の問題で、私自身ですと、熊本が、まあ、比例ですと、九州特区先日、熊本選手の政権から見られている、アダム総指揮は我々も、賛同してますけれども、ただやっぱり地方の声が、反映されずに大都市のからの、議員が増えるという点では、若干違和感を感じざるを得ないというふうに思いますが、それよりももっと大幅な定数削減をするべきなんじゃないですかね。来年再来年消費税の増税というものを控えて、我々国会議員だけがですね、ノーノーと同じ数だとか、今日答申も出てますけれども、10、あれだけ当時の野田総理と安倍総裁で、党首討論の中で大幅削減を約束したあれが、10、とても理解得られないと思いますけどね。ですから、もっときちっと、そのアダム総指揮云々よりも、やっぱり国民感情を考えてもですね、国会議員自らが身を切る改革を行う、その第一歩が大幅な定数削減というものをやっていくべきだというふうに思ってます。はい、はい、特に野党の国対委員長会談が、大阪維新の会は参加せずに、当面は5度4回まで、やっていくということですけれども、将来的なその展望を伺いたいのか、当面は大阪維新は変わらないで、ご本人たちが、ご本人たちが、あ、いえ、すみません、不安えないっていうことですか。ちょっとそこは、厳密に聞いてなかったんですけども、それで今日決まったのではしばらくは今日このメンバーでやっていく、当面はっていうんですけども、その大阪維新とのその運加えた会談ということについて今後どうされるご存じかというか。まだ話し合ってないんで、今日の段階ではまだ分かりません。ただ野党というスタンスでしっかり政府のチェック機関をするんだというスタンスであれば、どの党であろうが一緒にやっていくべきだと思いますけどね。はい、ちょっと抽象的に質問してきたんですけど、はい、来年の上下院で民主党の法律改革を決めるわけですが、安倍政権によって自民党と言われている差し引き中で、松原康生、身を切る改革とおっしゃってますが、その政策の面でですね、どういったその民主党と一緒にアピールして、与党と対峙していくか、そして国民の信頼を得ていくかというのを、僕はやっぱり予算委員会なんかは、徹底した税金の無駄遣いを、具体例を挙げてですね、こんな無駄遣いをしてるじゃないか、本当にこれで増税
できるんですかということをですね、国民の皆さんに問えるような、予算委員会にできればなというふうに私は思っています。これはあの民主党と全く同じ思いなんではないのかなというふうに思いますので、しっかりその対立軸を示して、あの我々は税金の無駄遣いは許さない、そのための第一歩が、まず我々国会議員自らが身を切る改革である、このスタンスでやっていきたいというふうに思っています。はい、続けて関連したんですけども、はい、あまあ、自民党はですね、その小泉元首相時代にですね、まあ、郵政改革のために、はい、まあ、その改革をアピールした時期もあったと思いますけど、はい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 、まあ、今の自民党、はい、まず代表の上官で、うん、その改革姿勢というのは、どういうふうに思いますか。あの今回のばらまき予算を見てもですね、全く改革政党というイメージはないですよね。ましてこの選挙制度も銃でもし落ち着くとしたら自分たちの身を切る気持ちも全くありませんし、 あんまり改革政党ではなくなったというふうに思います。そこはやっぱりそのスタンスの違いを国民にアピールできる、うん、ですね。特に我々は税金の無駄遣いをとにかく止めて、少しでも税金が上がらないような国を作っていくというのが我々維新のこの、統治機構改革であり、改革の原点だというふうに思ってます。はい。はい、まさに関連する話だと思うんですけども、はい、まあ、維新の党のもともとのスタンスが税金の無駄遣いを徹底的に改革するということなんですけども、松尾代表のこれまでのこう政治的な行動を見ていても、その民主党を離れられた時はですね、やっぱり消費税をめぐるその担当者のことが一つの大きなきっかけだったわけで、うん、その今後もそういうその、ね、あの時の思いというかです、ね、うん、そこがやっぱり今の代表としては、根本にはあるという、うん、だからあの時は徹底的な行政改革をやる前に増税を行ったということで、少なくとも有権者に4年間は増税しませんというマニフェストを掲げながら増税をしたことで、私は民主党を離れたんですね。ですから少なくとも、いや、それは将来的に増税は今の財政状況を見れば、しょうがないと思いますけれども、1000兆ももう過去の人たちが借金作っちゃいましたんで、この借金を返すためには増税は必要だけれども、その増税の前にしっかり身を切る改革、やるべきことをやってから増税をする、で財政再建をきちっとして税金がこれ以上上がらないようにする、これがあの私たちの維新を作ったある意味立党の精神だと思ってるんですね。まあ、その一つの原点が大阪都構想による二重行政を解消によって、また無駄な補助金を徹底的に切って財政再建をさせるという、そことリンクをして我々は日本維新の会という国政政党を作ったわけですから、我々のある意味立党の精神原点だというふうに思ってます。ですからとにかく徹底した税金の無駄遣いに切り込んでいく、そのためにはまず自分たちが身を切って、人のことに霞が関の無駄遣いに切り込んでいき、税金を少しでも上げないようにする、これが原点だと思ってます。身を切るという部分で、はい、より若干の民主党との差が出ることはそれは当然ありますか。これまでどうだったし、でも今回あの合意であの政策合意の中で身を切る改革しっかり入れてもらいましたんで、そこはある意味スタンスは同じだというふうに思ってます。はい、どうぞ。今年最後になります。引き残しには何かありますか。いいですか。はい、はい、どうも。じゃあ、はい、これで今年の定例会見、はい、1年間ありがとうございました。